こんにちは。今日はね、神奈川県横須賀市のご当地グルメでね、ポテチパンっていうのを作りましたね。めっちゃ簡単ですね。ポテトチップスとキャベツとマヨネーズと塩コショウで混ぜてパンに挟んだだけですね。で、このポテチパンの発祥は50年ほど前に大量のポテトチップスを余らせてしまったね、お菓子屋さんがもったいないから何かを使えないかなって、若藤ベーカリーさんのところに駆け込んで作ったのがこのポテチパンっていうものができたってことらしいですね。なんかね、マツコの知らない世界でも紹介されたみたいですね。じゃあこいついただいてみましょうか。ポテトチップスはね、定番の海苔塩使ってません。海苔塩って最高にうまいですからね。それじゃあいただきます。やっぱポテチのね、海苔塩の味があるんで、塩コショウはね、そんないらないですね。おいしい。もう菓子パン感覚ですね。うまいうまい。個人的にもうちょっと胡椒ね。ちょっとスパイシーにして。これはね、安上がりですごい面白い食感でいいっすよね。キャベツとポテトチップスのね。ほんとこれお手軽に簡単にできてね、うまいっていうね、これぞ B 級グルメっていう感じですね。キャベツとね、ポテトチップスはしっかり混ぜた方がいいですね。ポテチとキャベツとマヨネーズ、これが全部いっぺんに合わさって食べるとね、確かにめっちゃうまいですね。これはね、自分で作る菓子パンって感じでね、面白くて美味しかったですね。ごちそうさまです。これあれからね、2時間経ってね、なんかね、ちょっと時間経ってしっとりしたのもまた美味しいってことだったんで、これでね、またちょっと食べてみたいと思います。ポテチもね、だいぶ柔らかくなってますね。で、おいマヨネーズね。で、やっぱ胡椒で。すごいね、全然なくならないです、これ。5人前ぐらいありますね。じゃあ、いただきます。ちょっと時間経ってね、しっとりした方がね、また美味しいですね。なんだろう、すごい、やっぱしょっぱみが加わるとパンの甘みがすごい感じられますね。いいっすね。まあ、しっとりって言ってもキャベツはシャキシャキしてるんで、ポテチがすごいしっとりする感じなんで、僕はこっちの方が好きですかね。味が染みて美味しかったです。ごちそうさまです。